降雪量が何十センチ積もった、もしくは気温が上がったことによってまた溶けたということが数値で現れます。一般の皆さんはなかなかそういう意味では何月何日に何センチ積もったということはすぐ忘れてしまうと思います。ただしスノーパレットをご覧になっていただければ、あの時に大雪が降ってユーモラスな形ができた、それがものの1日で溶けた、溶けた形がまた面白かったということが形色の記憶として皆さんに残ってくれれば、それが、数値の代わりの、雪の記憶もしくは冬の記憶として皆さんの中に残っていただけることが、嬉しいなというふうに考えております。